どうも、あちゃんです。今日はですね、YouTube を始めて、いろんなグラブを購入してきました。購入するたびに動画を出してると思うんですけど、どういう風に使ってるか、みたいな動画、多分あんまり出してないと思うので、今回はですね、グローブを自分なりにどういう感じで使ってるか、どのようにして、ポケットがどことか、こういう感じで使ってますっていう動画をお届けしたいと思います。で、結構ね、なんか中学生か、ちょっとわかんないんですけど、インスタでどういう風にグローブ使ってますかみたいな DM が来たりとかあるんで、まあ、今回は動画にしようと思います。僕こう、今小指2本で使ってるんですけど、今回は小指2本で使ってるグローブ。で、まあ主にですね、主にになるんですけど、全部紹介しちゃうと、ちょっとね、時間結構かかるんで、今回は小指2本で使ってるグローブを、ちょっと一個一個ね、使い方など、紹介していきたいと思います。で、まあこれあくまでも、まあ僕 YouTube やってますけど、一、その、野球をやってるユーザーとしての意見なんで、まあもしかしたら、型番と違うような使い方してるかもしれませんし、あくまでも個人の感覚と使い方なんで、まあこれが正解っていうわけじゃないので、そこだけ、ご了承ください。早速やっていきましょう。全然登録よろしくね。はい、ということで、やっていきたいと思うんですが、まあこの順番でね、ちょっと紹介していこうと思います。購入した順番。はい。なんで、まあ、2年ぐらい前ぐらいですかね。小指2本で、あの、グローブを使い始めまして。で、まず、3つの中で言うと、一番古い、古く購入したん。これ、1月ぐらいですかね。去年の1月ぐらいに購入したグラブです。これはね、スラッガーの軟式用 DS1 っていう形なんですけど、まあ、こういう感じですね。黒とグレー。グラブボックス大阪さんで購入させてもらいました。で、これ以前の動画でもやったんですけど、ちょっと変更してまして、購入した時と。はじめ逆巻きで購入させてもらって、片付けもしてもらったんですけど、まあ、順巻きにさせてもらいました。その動画はね、あの以前の動画あるんでそっち見てほしいんですけど、まあ、形はこんな感じです。まあ、DS1 といえば、小指2本対応モデル。まあ、5本指でも使えるし、小指2本でも使えるよう、スラッガーの小指2本つかめたらこの型番どうですかみたいな。形だと思うんですけど、まあ、こんな感じですね。まあ、順巻きにすることで、結構ポケットが深いというか、まあ、土手も狭くなって、補給面も、いい意味で狭くなったと思います。まあ、こういう感じでね、結構、ツヤも出てます。はい、これ軟式なんですけど、結構しっかりしてるんですよね。はい、で、この、ウェブも、ジョイントウェブ、エッジ付きのクロスになってます。こっからはね、ほんまに、僕の感覚、個人的な感覚なんですけど、僕は斜めに使うイメージですね。ここでも取れますし、この辺でも取れるっていう感じですかね。そうやな。まあ、この辺ですね。この辺。僕が取るのはこの辺ですね。DS1 で。で、まあ、ここでも取れるって感じです。で、結構深いんで、こういう感じで、僕このアングル結構好きなんですけど、結構深いんで、ウェブ下で補給するとき結構こう見えへんくなるぐらいしっかり握れるかなと思います。なんで小指2本で安心感欲しい人は結構深めのグローブいいのかなと思うんですけど、逆巻きとね順巻きでまたちょっとイメージが違うんであれなんですけど、僕が感じた個人的に使ってみた感想は、逆巻きだとちょっと補給面が広すぎて小指2本で掴めたらちょっと暴れる感覚があったんですけど、順巻きにすることでこの補給面が狭くなってピタッて止まるイメージなので、こういうイメージですね、僕のイメージは。で補給するって感じです。でこの薬指が使えるかっていうと、まあちょっと厳しいかなっていうのが正直なところですね。なんでこうっていうよりかは、まあこのボールが動くところら辺で補給してるっていうのと、まあ、両手で添えてっていうよりかは、こう、移し替えのイメージで使うっていう感じですかね。使った中での感想なんで、まあ、これでも両手補給できる人いるかもしれないんですけど、僕の感覚はそうです。で、まあ、結構ね、やっぱシングルがやっぱ掴みやすい。これ最近使ってない理由が、まあ、セカンドなんで、サード、ショートとかやったら結構使えるかなと思います。小指2本で。こんな感じ。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ二つ目。
2つ目こちら、これこちらはですね、ウィルソンのワナビーシリーズの86型です。これはね、自分で片付けしたんで、まあちょっと形はまあいろんな YouTube 見させてもらって、プラス自分が取りやすい形にさせてもらったんですけど、まあこんな感じですね。はい、これも結構ね、まあ最近使ってないですけど、まあ後からちょっと言うとして、最近使ってないですけど、これ結構使いましたね。うん。で、僕勝手に86のイメージ、この辺で撮るイメージかなと思ってたんですよ、買うまでは。これウェブ下でもやっぱ使ってみると、めちゃくちゃ手前に補給位置があるイメージですね。この手前側に今ボールがあるぐらいに補給位置、ポケットがあるイメージです。なんでゴロとか取るときは結構この、まあ、ウェブ下っていうよりかはワナビーヒーローって書いてるちょい上ぐらい、この辺で補給する感覚で僕は取ってます。こう深くいってないんで、結構こう握り替えしやすかったりしましたね。結構セカンドでも使いやすいですね、このグローブは。なんでこの奥で取るっていうイメージよりかは、僕はやっぱこの手前で取るイメージですね。で、まあ、タッチとかフライとかは、まあ、こういうところになると思うんですけど、基本はここ。ポケット3つってよく言われると思うんですけど、僕は2つのイメージですね。ただ、1つ目がここで、で、2つ目が結構ここですね。ここを河川敷のグラウンドでイレギュラーした時とかに、スポーンってはまる感覚がめちゃくちゃあります。これやっぱウィルソンのすごいところやなと思います。まあ、なんかここポケットって言うんかなっていうのは正直あるんで、このワナビーヒーローの文字のちょい上と、この辺。まあ、ここで撮ろうとは思ってないんですけど、ここにパッチン収まるんですよね。やっぱウィルソンのグローブって。昇番勝負行った時とかに結構ここに助けられた。まあ、んで、まあ、C って言うなら、まあ、ワナビーシリーズ、ちょっと重いですね。これはほんまに個人の感覚なんですけど、指袋がね、結構緩い。あのね、持ってる感はあります。グローブを持ってる感。こういう、こうやってちょっとこう、落ちひんように持ってる感じは自分の中ではありますね。にしても、3万円台で、まあ、このクオリティ、僕はめちゃくちゃ好きです。まあ、補給位置があるなって、僕は感覚的に思います。最後、こちら、アレグリア。これはね、結構ね、使ってますね。M25 型になります。だけど、このグレーなんですけど、結構お手入れ僕、まあ、仕事の合間とかに磨いたりするんですけど、グレーも結構ツヤ出るんですよね。こんな感じで、はい、配色もねいい感じなんですけど、これも、まあ、小指2本で使って折り返しハーフでっていう、この型番ちょっとこう丸みを帯びてる形してて、まあ、こういう感じです。はい、これはね本当にね、まあ、ひねり型、まあ、片付けにもよると思うんですけど、親指ね、結構固めで、で、この3つ、こう、ククってするイメージで僕は使ってます。なので、まあ、こう見た感じ、多分、形でわかると思うんですけど、このラインですよね。このラインで補給するっていうイメージで、まあ、僕はあんまり親指使わないですね、このグローブで。まあ、基本僕、あんまりこう、親指をめっちゃ動かすというよりかは、取るタイプなんで、この型番はね、僕すごく合ってんのかな、と思います。はい、こんな感じで。まあ、ポケット、補給位置は、この、ちょっと今もう使ってて、薄れてきてますけど、このアレグリアマークのところで、取るって感じですかね。こう、ちょっとひねり気味に、なる感じですね。はい、ここで撮るイメージです。パチン収まりますね。これ製品モデルはこのヒンジがないんですけど、僕オーダーさせてもらってヒンジ追加してるんで、グラブボックスさんに置いてる M25 型、あ、こちら M25 型になります。はい、このツヤ素晴らしい。そんで、グラブボックスに置いてる M25 型は、既製品はこのヒンジが入ってないので、まあ、ちょっと形変わるかもしれないんですけど、僕はオーダーでヒンジ入れさせてもらったんで、こういう形になってます。
ちょっとね、あの顔はちょっと違いますね。やっぱヒンジ入れることで、個人的に小指2本でこのヒンジ入れることで、こうね、小指の効きが良くなる感じは僕の中でするので、まあ、これが、まあ、手の大きさとかで変わるかもしれないんですけど、僕は結構このヒンジありの小指2本結構好きです。このグローブでいいなと思うところは、このウェブ下で撮るとか逆シングル撮るときに、こうね、めちゃくちゃひねって撮れるんで、あのね、僕逆シングル苦手なんですけど、あのボールがこう出ていかない感覚はめっちゃありますね、こう撮ったときに。あとタッチするときにここで止まるとか、このままタッチいけたり、打球によってこうやって取るときもあるし、こういくときもあるし、フライとかは結構こうなんですけど、ゴロとかはまあこういくときもあるんですよね。親指をこうちょっと中に入れるというか、掴みに行く感じ。で、これがもしかしたらヒンジありやから、この動きがこうやりやすいんかもしれないですね。こうやっていくときと、こうやっていくときと。っていうのはあります。パシャキーンって立ってるより、ちょっと丸みを帯びてるグローブが結構好きで、で元からこのね肩板はちょっと丸み帯びてる肩板って言ってたんで、僕結構好きなんですね。シャキーンって立ってるよりか、ここがこうちょっとクッと入ってる感じのグローブが、はい、好きなんですよね。聞いてて、あの結構こう深くなっていくのがあんま好きじゃなくて、深いグローブが、もともと浅いグローブがだんだん深くなっていくのは僕結構好きなんですけど、こう小指2本モデルって、まあ、基本深めでできてるじゃないですか。でそれ以上深くなるのが嫌で、この折り返しハーフがね、それをこうねピターンって止めてくれる感じがあるんで、僕はねこの折り返しハーフ結構好きです。この折り返しハーフでそれがキープできてるって感じです。これ結構ガンガン試合で使ってますけど、形も型崩れせず、このウェブの感じもこうオリジナルウェブなんですけど、まあ、僕これ気に入ってて、ここちょっと太めにして、ここ紐2本通しててエッジ付き、これはほんまに個人の意見です。なので、まあ、ウェブ好き嫌いあると思うんですけど、強いんですよね。まず強いんですけど、まあ、バスケットウェブみたいにここが繋がってないので、このクッション性はあるっていう、ちょっとわかりますかね。これはほんまね、感覚、自分の感覚と安心感なんですけど、のクッション感はあるんですけど、クッションしすぎない、打球には負けへんけど、このふにょっていう、このライナーとか取る時のこのふにょ感が結構好きですけど、バスケットみたいに、バスケットとワンピースみたいにこの板っぽくはないんで、取った感じは H ウェブの感じなんですけど、それよりもちょっと強いっていう感じです。あと個人的に H ウェブがこの1本の場合はなんかこのここがちょっと不安なんですよね。これはほんまにイメージの問題です。指入るんちゃうかとか、紐切れるんじゃないかっていう、なんかちょっと心配があるんですよね。使っていくと伸びていくし、でもこれ2本入ってることで、そこもちょっとこう安心、こうボールが出ない感じの安心感は個人的にありますね。なんでこのウェブも個人的にはお気に入りやし、その用途的にも全然ありなんじゃないかなと思います。インスタライブとかで聞かれるんですけど、 YouTube ライブとか、ここに刺繍入れることで弱くならないですかと、このハミがない分弱くならないですかって質問くるんですけど、僕は今のところ全然感じたことはないです。ここ弱いなとか、刺繍入れることで、はい、ということでいかがだったでしょうか。まあこれはね、ほんまに冒頭にも言いましたが、個人の意見です。まあ片付けの感じでも違いますし、多分いろいろ変わってくると思うんですけど、僕が今使ってるイメージと、まあ、使い方は今言った感じで使ってます。まあちょっと前に自分でこう紐を変えたりとかしたんですけど、今の小指2本の使い方はそういう感じです。もしかしたらまたね変わるかもしれないんですけど、こうやってねいろんなグローブ使うっていうのも草野球の醍醐味かなと。また後日ですね、5本指のグローブこういう感じで撮っていきたいと思いますので、皆さんそれもお楽しみにしていてください。まあ、もしかしたら同じ型番使ってる人いるかもしれないですし、まあ、そういう、あ、こういうとこ違うんや、でもこの感じ一緒やなとか思ってもらって楽しむっていうのも一つやと思うんで、今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お気に入り、草野球ワンチャンネル。